両僧倉は近代中国の思想家。祖籍は厚生省経輪圏。1911年に順天中学を卒業した。1917年、蔡玄媒学長に招かれ、北京大学の教授となり、インド哲学を講じた。その後、1928年に村寺として提唱した自らの思想的実践を果たすために、合村建設運動に没頭し、 儒教の精神に則っ,った農村社会運動家、教育家として三島省の豪村建設の指導を行った。また、日本の二宮孫徳を敬愛したことでも知られている。第二次世界大戦中は1941年に結成された中国民主政団同盟に参加し、国境領事名の橋渡し役を演じ、民主同盟の結成に参画した。 1946年、政治協商会議後に一旦引退した後、人民政府の成立後、四川省の土地改革に参加した。1951年、中国人民政治協商会議委員に補選され、思想改造の手記を公表した。毛沢東ら共産党中央が、農民の生み出す余剰を搾取し、都市における、 工業化に投入するという社会主義化時の総路線政策に転換したのに、対して農民こそが中心であるとし、政治協商会議の場で、毛沢東に対して自己批判を求めた。このため、1955年以降、思想批判にさらされ、1956年の中国人民政治協商会議第二次全体会議で自己批判を行った。ありがとうございます。